2023年8月下旬、夜の森へやってきました。時刻は夜8時。目的はアギトアリの新女王の採集です。日本最大のハリアリの仲間であるアギトアリが住むこの森では、毎年この時期にアギトアリの結婚飛行が行われます。この日は山中を走る車道脇の側溝で、結婚飛行後のアギトアリを多数見つけることができました。少し歩けばすぐに羽アリが見つかる状況の中、交尾を終えて羽を落とした新女王も見つけることができました。今回はこれらの新女王を採集して持ち帰り、飼育をしてみることにしました。飼育環境を作るためのアイデアや観察の様子など、どうぞごゆっくりお楽しみください。前編後編を通した動画の流れです。前編ではアギトアリの生態、自然環境下と飼育環境下の違いについて、飼育セット作り、そして後編では飼育セットへの入居と室内観察です。それではまずアギトアリの生態について確認をしておきましょう。アギトアリは女王サイズ約12ミリ、ワーカーサイズ約10ミリの大型のハリアリで、日本産のハリアリの仲間の最大種です。体色は赤褐色から黒褐色、180度に開く特徴的な大顎を持っています。アギトアリの生息地は、本州、九州、大隅諸島。かつては九州と大隅諸島に限って生息しているとされていましたが、近年では本州各地に急速に分布が広がっているようです。コロニー形態は、室内に女王が複数存在する多女王制。営巣形態は土中営巣制で、石化や倒木化などに巣を作ります。結婚飛行は8月下旬から10月上旬頃。過去の観察では夜の7時から8時頃に飛行が行われる場合が多く見られました。次に自然環境下と飼育環境下の違いについて。これまでアギトアリの飼育を試みてきた際に感じてきた違和感について振り返っておきたいと思います。それはコロニー形態について。日本産アリ類図鑑によれば、アギトアリは多子性で大きなコロニーを作る可能性が高いと記載されています。しかし、飼育環境下で複数の新女王を同居させてコロニーを立ち上げようと試みると、大抵の場合、新女王同士が争って淘汰が起きたり、ダメージを負ったりしてうまくいかない場合が多くなります。多女王性コロニーを形成する種なのに、多女王状態でのコロニー立ち上げがうまくいかない。これはどういうことなのでしょうか。新女王のみを複数一緒にするような距離感ではうまくいかない雰囲気がある。それでは、十分な数のワーカーがいる既存のコロニーに、交尾を終えた新女王が出戻っていくパターンはどうでしょうか。あるアリが、これまで生息地ではなかったところへ分布を広げていく場合、より多女王コロニーへと変化したり、室内の血縁度の許容範囲が広がったりすることがある、というお話を聞いたことがあります。本州各地へ分布を広げているアギトアリでもそのような傾向があり、多女王で大きなコロニーを形成しているのではないかと考えることは、妄想としてはありかもしれません。このような妄想をしていたため、この日は新女王の採集に加えて、擬似的なコロニーを再現するためのワーカーも採集することにしました。ちょうどミミズに集まっていたワーカーの集団を見つけたため、これら3、40匹のワーカーを採集して持ち帰りました。それでは飼育セット作りに取り掛かりましょう。今回制作する飼育セットでは、次のようなことを実現したいと考えています。一つ目に、擬似的なコロニーに新女王を合流させて飼育できるような飼育セットを作ること。二つ目に、
アギトアリたちが生き生きと狩りをする様子を観察できるよう、広い餌場をレイアウトすることです。今回の飼育セットのメインの材料となるのがこちらのケース。いただき物なのですが、エスティランジアさんのアウトワールド餌場です。活用したいのがこの部分。この餌場ケースには、チューブ接続口用にこのような緑色のパーツが使われているのですが、このようにネジとナットの2つのパーツでケースを挟むような仕組みになっています。これを活用して行いたいのが餌場ケースと居住ケースの接続と固定です。今回は大きな餌場をレイアウトするため、居住ケースとの接続をコンパクトにし、なおかつ居住ケースを縦置きタイプにするためにこのような方法を考えました。居住ケースの下側中央部に餌場の穴と合うように穴を開けて、ネジとナットのパーツで固定すれば、がっちり安定感のある接続が実現できるはずです。実際に居住ケースに穴を開けてみました。穴の形は粗いですが、前後からパーツをかぶせるので問題ありません。パーツで挟み込めば2つのケースががっちり固定できましたね。いい感じです。居住ケースに石膏を流し込んで室内をレイアウトしました。制作の過程は参考動画のスケルトンスの制作工程と似ていますので、ぜひご参考ください。縦置きの室内には金網のメッシュを使った仕切りが取り付けてあり、巣は4段に分かれています。左上には給水口を設けてあり、上下左右と背面の石膏へ水が行き渡り、室内が加湿される仕組みになっています。左下には予備のチューブ接続口、下段中央からは接続パーツを通って広い餌場へとアリたちが出ていけるようになっています。また餌場の蓋は切り抜いて通気ができるよう金網のメッシュに置き換えました。次に野外フィールド風の餌場を作っていきましょう。まずは床面に石膏を敷きます。この石膏面は加湿目的ではなくレイアウト用です。石膏が乾く前に小石を巻きます。全体のレイアウトを考え、奥側半分に巻くことにしました。流木と石を設置します。一部を石膏に埋め込み固定するようにしましょう。草の葉の増加を埋め込みます。アギトアリがここを歩く風景を思い浮かべながら埋め込んでいきましょう。補強のために少し石膏を足します。流木が大きいのでここを固定できるようにします。苔を設置します。これも本物の苔ではなく、ジオラマなどのレイアウトに使う人工的な緑です。微調整でさらに緑を足します。できました。これで餌場の片側のレイアウトが完成です。床面の石膏が乾きました。小石や流木、緑なども固定されていますね。では残る半分のレイアウトを決めていきましょう。残る半分には土を敷いていこうと思います。使うのは赤玉土。これを砕いて餌場に敷いていきます。この土はレイアウト上の見た目のためだけではなく、アギトアリ飼育の際に必要な幼虫が繭を張るための土にもなります。
幼虫が繭を張る段階に成長したら、ここからワーカーたちが室内へ土を運び込み、幼虫の繭張りを助けるはずです。さあ、できました。半面は土、半面は流木や石、緑が配置された餌場フィールドが完成しました。なかなかいい感じではないでしょうか。次はいよいよアギトアリたちを入居させる段階となりますが、今回の動画はここまでです。前編となった今回の動画では、アギトアリの新女王の採集からアギトアリの生態の確認、飼育環境での違和感や難点から今回の飼育方法を思い描き、それを実行するための飼育セット作りまでをお届けしました。続編の動画ではアリたちの入居の様子や、この飼育セットでのアギトアリ観察の様子などをお届けしたいと思っています。どうぞ次回の動画もお楽しみください。今回は以上で終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。